一部区間で運休が続く米坂線の復旧費用を JR が明らかにしたことについて花角知事はきょう JR 単独での復旧が一番ベストだと述べました去年8月の大雨で JR 米坂線は被災し村上市の坂町駅から山形県の今泉駅の区間で運休が続いています JR 東日本は昨日 復旧費用がおよそ86億円後期がおよそ5年必要だと明らかにし沿線自治体と協議していく考えを示しています花積知事は今日の会見で JR さんにはまず復旧を第一義に考えていただきたいと JR さんが独力で復旧していただくのはそれが一番ベストですけどねまた災害からの復旧と ローカル線の将来については分けて考えるべきだと述べました。